豆乳に介入してみる。読者の皆さんは豆乳とどう付き合っていますか？スーパーに行くと必ずと言っていいほど豆乳のコーナーがあります。いろんな豆乳が並んでいる。その前をどういうふうに通り過ぎていますか？通り過ぎていますかなんて、まるで通り過ぎるのが当たり前のような書き方だが、実際のところみんな通り過ぎていますよね。まず買わない、まず立ち寄らない。すぐ隣の牛乳のコーナーの前では冷蔵庫にあったかななどと思って立ち止まり気味になるのだが、豆乳のコーナーの前は無心に通過。僕の場合はそれとはちょっと違って、なんていうのかな、ちょっとだけ知っている人と道ですれ違うとき、声になるかならないかぐらいでこんにちはって言いますよね。そんな感じの付き合い方、そのぐらいの親近感を持って通り過ぎる。たまに付き合ってはいるわけです。だから最近の豆乳事情もいくらかは知っている。最近はココア味とかバナナ味とかおしるこ味なんてものまであって、結構おいしいということも知っている。もちろん豆乳コーナーの前でいつものようにきちんと立ち止まり、きちんと購入していく人もいることは知っている。そういう豆乳ファンがいるからこそ、スーパーの棚には豆乳コーナーがあり、ああしてたくさんの種類の豆乳が並んでいるわけです。そういう豆乳ファンってどういう人たちなのだろうといつも思う。女の人の場合は容易に想像できる。美容効果です。大豆サポニンはダイエットにいいという話もあるし、大豆繊維は便秘にいいというし、低カロリー低コレステロールであるし、女性が飛びつく要素がたくさんある。問題は男性の豆乳ファンの方、こっちはなかなか想像しにくい。まあ若い人にはあんまりいないと思う。いくら草食男子でも豆乳にまでは目がいかないのではないだろうか。ということになると、やっぱりお父さんということになる。うん、なんだか急いだな、豆乳親父。食生活に一過言あって、自然食品を重視し、豆乳の良さを熟知していて、ちょっと小難しいところがあって、人付き合いは悪く、性格はどちらかというと暗めで、やや猫背、後頭部薄めで鼻が低い。朝はもちろん玄米パンに豆乳、昼は納豆定食にがんもどきの煮付けをつけて豆乳、定食には味噌汁がつくから大豆だらけ、夜は豆乳サワーに焼酎の豆乳割り。とにかくどこに出かけて行っても豆乳だけは欠かさない。銭湯に行っても湯上がりには牛乳ではなく豆乳。腰のところに手を当ててやや反り気味になってごくごくやる人じゃないかな。ああそうか、豆乳の容器は例の小さくて四角くて背中に極細のストローを貼り付けたやつだから、ごくごくは無理か。片手で容器を持ち、片手でストローをつまみ、顎を突き出してチューチュー吸うわけだから、腰に手を当ててごくごくは無理か。会社での出世という点はどうか。何しろ小難しいところがあって、人付き合いが悪く、性格が暗めで鼻が低いから、出世はちょっと難しいのではないか。待てよ、豆乳ファンはそういう人ばかりとは限るまい。鼻の高い人だっているはずだ。豆乳ファンは大会社の社長にもいそうな気がする。意外に大会社の社長と豆乳は似合うかもしれない。日経の連載コラムなどによくありますよね。私は若い頃病弱だったということで話が始まり、豆乳との出会い編というのが続き、豆乳が支えた我が人生ということになって、社長室の片隅に小さな冷蔵庫があり、これは豆乳専用の冷蔵庫で、このように中にはいつもぎっしりと豆乳の小箱が詰まっているところを指さしている写真で連載が終わる。うん、いかにもありそうだな。このように豆乳はいつも微妙な位置にある。一方では自然食品の重鎮であり、やがて出世につなげていく人もいれば、いつも豆乳を顎を突き出して
貧乏たらしくチューチュー吸っているために出世につなげられない人もいる。いずれにしてもお父さんたちはいつどこでどのようにして豆乳と付き合うようになったのだろうか。ほとんどの人がスーパーの豆乳コーナーの前をただ通り過ぎていくだけなのに、この二人は、と要約しておきます。どうやって接触を持つようになったのか。テレビの旅番組などで、なぜかまだ日の昇らない早朝、なぜか豆腐屋さんの前を通りがかり、とちょっと覗いてみましょうということになって塔を開けると、テレビのクルーがどかどかと踏み込んで、ライトが眩しいはずなのになぜか驚かない夫婦が、なぜか今できたばっかりですと言って豆乳を差し出し、これをタレントが一口飲み、うわー大豆の味がして、さすが出来たてはまろやかなどと、大豆の味がするのは当たり前なのにそう声を上げ、それを見ていた二人がなぜか大感激してしまったんでしょうね。